ドラゴンズの番組、そうね、荒らしてくれてやめてよ。まあ、広島愛を見せつけてくるわ。ラジオおめでとう、ありがとう。うん、アウェーで、みやまん今日は名古屋観光したよ。大須行った、大須。いや、大須って知っとる？ CBC ラジオ。泥パック。もう好きじゃん、泥パック。ね、待って、今日さ、みよまるの、あの、TikTok 載っとるけん見てほしい。インスタ拝見しました。え、ありがとう。そう、インスタにもエゴさんと遊んだ時の、遊んだっていうか散歩した時のあれを載せました、インスタ。あ、そっち？そう、ドレスも嬉しい。ドレスも載せた。そしたら絶対1枚目を、あ、3枚目に載せた写真を1枚目に載せた方がいいよって言われた。エゴちゃんは超です。ね、前髪どうしたの？伸びた。そう、まだ黄色してない。上名護中、まだ延期上名護しとる。ドレスめっちゃ嬉しい。なんかめっちゃ恥ずかしかったけど、よかった。なかなか着ることないけさ。こんばんは。こんばんは。コカのドレス姿は新鮮じゃろ？新鮮じゃろ？何食べてんの？さっきは確かにリンゴ。え、おいしい。リンゴマジおいしい。これもこれってなんかさ、フォークとかついてなかったのか。まあいいか、いいわ。うん、おいしい。めちゃめちゃおいしいですよ。セブンで買いました。めちゃめちゃおいしい。うん、リンゴ食べてます。こんばんは。やん、やほん。リンゴの顔だ。いや、どういう顔？マジで。めっちゃお疲れ様。ありがとう。ありがとうございます。え、なんか昨日とは思えん。終わ、なんか歌が終わったのは。こんばんは、こんばんは。うん、実家に帰ってないです。上名護延期。うん、明日はレアですよ、ドラゴンズファンと対決。いや、アウェーよ、アウェー、超絶アウェー。なんかでも私本当にさ、アフタートーク、あ、そう、昨日のアフタートークめっちゃ面白かった。あ、ほんまによかった。なんかアフタートークっていうのがあったんですけど、舞台でね、舞台終わった後になんかアフターでトークしたんです、後にトークしたんですけど、
アフタートークじゃけ。でそこでなんか話すじゃん私が。そしたらもう舞台とかじゃセリフないし、 MC とかセリフじゃないじゃないですか。じゃけ急にこうこんな感じでなんか多分広島弁が出たりしてっていうのに、毎回そこで一旦話が止まるよ。じゃけーとか何々ないよとか言って、全然みんな私の話聞かずに広島弁ばっかり聞いてから。そうなの、名古屋っていうこと忘れとった普通に。じゃけーもういちいちみんな、え、広島弁が出てるってなって、そんな感じ。そこで一旦話が止まる。違う系とか言ってるらしい。全然なんか、うん、広島だったらこれは普通じゃんか。うん、え、みよまの TikTok 見た？え、ほんまに見てほしい。ほんまに絶対インスピレーションを踊らされたんよ、踊らされたんよとか言って。広島弁かわいいじゃん。え、ありがとう。広島弁は覚えたて、え、な、名古屋弁は覚えたて。いや、あのさ、なんかさ、私もさ、広島から名古屋来るとき、名古屋の人に囲まれて、あ、これ名古屋弁映るわ、どうしよう。広島の人から嫌う、あ、なんか、あ、もう名古屋の女になっちゃってとか思われるわって思ったけどさ、なんかおそらくさ、私の広島弁が強すぎてさ、なんか名古屋に来たとって、なんか名古屋の人が広島弁になるだけで、全然私影響受けなくて、名古屋弁とか全然ならんかったとかある？名古屋弁分からんのんだけど。そう、みよまらジャッキージャッキー言うとる。ほんまにほんまに、うん、私絶対イントネーションジャッキー、絶対インスピレーションとかけてみたけど、広島弁のイントネーションブレンキ、絶対イントネーション。広島弁強い、ほんまに強い。強いっていうかな、知らん、分からん。なんか話すのに夢中じゃったらさ気づかんよね。ごきげんよう、ごきげんよう。インスタ見てくださいね、広島弁。うん、ツイッターも見てくださいね。適当なダンス言ってたって。いや、ぜ、あのね、絶対インスピレーション、あの急に音楽かかって急に踊らされたんですよ TikTok。 いやでも絶対インスピレーションの振り好きよ、し踊れてない存在で何言ってんって感じなのに。 TikTok 見て、適当じゃないですから、必死に食らいついてますから多分。いやそれはちょっと違うかも、食らいつけてない。まあまあ、かのんちゃんは広島弁に行った時に広島弁になってた、なってた。なあちゃんソロ全国ツアー決定、すごっ。え、ソロ全国ツアー、え、おめでとう。なあちゃん誕生日もおめでとう、すごっ。え、嬉しい、やば、え、広島もある、え、行きたい、見に行きたい。広島に来る前にサンシャイン栄の近くにあるスパゲティ屋さん、え、クワトロ、クワトロで来るん、え、もう溢れかえるやん人が。去年私が生誕されたところね、去年というか今年というか、あー
ここはいつまで名古屋生活。え、あのね、今日帰る予定じゃったんよ。でも、あ、え、なんだっけ、明日、名古屋の CBC ラジオの、ドラ玉キングに出演することになりまして、名古屋生活延期でー全然ゲップが出そうとかじゃない。ドラ玉キング、こんばんは、おめでとう、ありがとう。アディショナルタイム始まった。そう、アディショナルタイム入ったいや待って、おもろすぎる。試合だった、私名古屋生活試合だった、延期まさかね。そう、そしてもう一つ、あの実は、え、公式では発表されてるんですか、収録の方。あ、まだ、でも言ってダメ、言っていい、あの収録の、え、何です、台本の台本、台本ない11月9日あのその CBC ラジオのドラ玉キングの、ドラ玉キングとはもう違う CBC ラジオのもう一つのラジオにも、あの出演するんです。酒井直人のラジノートです。そう、舞子社長も来てます言われ方もおもろい収録明日と生放送に2つラジオが決まりまして、イエーイ、ありがたいです。急遽決まったんですよ、今日ご挨拶に行った時に。そう、ラジノートありがとうございます。ドラゴンズが、いや大丈夫ですよ、私寝お腹鳴った寝お腹鳴った、やばい、恥ずかしい、待って、やばい、ラジノート、ありがたい、ラジノート、ドラダマキングのラジオに出演します。だから皆さん明日は聞いてください、ラジノート、ラジオ、ドラダマキングで、明後日はラジノート聞いてください、お願いします。もう名古屋に引っ越したら、いや引っ越しませんよ。でもあの名古屋はすごい楽しい場所でした。なんかね、この1ヶ月っていうね、この期間がいいんだと思う。なんかわかる、え、ちょっとこれわかる、分かってくれる、なんかもう広島帰る気ない。いや帰りますよ明日。帰って待って、ね、どうしたの、なんかみんな気に、なんでよそんないいこと言うよ。広島よ。なんかこれ1ヶ月ちょうど、なんかあ楽しかったな、なんか飽きたなじゃなくて、なんかあ楽しかったな時にふっと帰って、またスッとこう戻ってきて、あやっぱり楽しいな、でまた広島ってなる。広島がやっぱりなんか揺るぎない好きなとこですよ。でもどこに行ったとして、え、みんなはさ、だってさ、何ずっと地元ですか、なんかお仕事でなんか転勤とかだったらあるじゃないですか。でもそういうのも楽しいよね、いろんなところに行くの。広島に帰ってもらわないと困る。いや私も困る、帰らんと困る。高校のパンフレットの表紙に川みたいなのおったけ寂しくないよいやパンフレットの表紙でさ、ちょっと満足せんで、出張ではある、え、わかるじゃろ、そうそうなんよ。なんかこういろんなとこに行けるのがいい。あ、若いうちはね、確かに疲れるかもしれん。カープグッズありますよ、すぐ出てくるんだったらね。じゃん、カープグッズ、これなんかあの鏡、
いろいろといい経験してる、ありがたい。今のうちにね。サラリーマン、そっか、あっちこっち行くの大変か。なんか腰悪くせんといてね。許し悪く、あの腰ね、いろいろ移動するのにね。こんばんは。鶴舞にあるカープのお店行ってみたら、あのね、そのね、めっちゃ聞いたことあるんだけどね、なんか名古屋ね、1ヶ月住んでもね、その土地の名前とか覚えれんね。栄と名駅しか分からん。大須、うん、それぐらいしか分からん。なあちゃん、広島に来るの1月なんじゃん。やばー、嬉しい。あと大須、行動範囲が狭い系。地下鉄、あ、地下街、地下街は迷わなくなった。ああ、うん、迷わんよ、もう行ってない系。それ行ってない系、迷わんよ。でもまだね、その迷ってから、迷った以降に行ってないんですよ。なんか多分行ったら迷子になる。行ってないけ迷わんよ、迷ってないよ今のところ。やばい、まだなんか、ちょっと見終わりに連絡しようかな。実はまだ名古屋におるんよ。昨日あんなになんかもう悲しいバイバイとか言ったのに、実は今まだ名古屋におるんよ。どうなんじゃ。うん、アディショナルタイム入ったってちょっと連絡してみよう。受けるわ。はあってくる。ラジノート、そしてドラ玉キング、カプ玉で行ってくるわ。カプ玉って何？恋玉？恋玉で行ってくるわ。カップ玉じゃないよ、恋玉。恋玉を見つけてくるわ。めっちゃドラゴンズ応援番組なの。いつまでシールつけてる。なんかだってさ、これじゃ寂しいじゃん、なんか画面がね。え、知ってた、みおまる知ってるんだけど。知ってたの？え、おー、え、ツイッターで見たって、嬉しい。物理的に近いね。えなあちゃんからも連絡が来た。ねえ、なあちゃん行く。え、なあちゃんが今 YouTube で見てるの LINE。 ねえ、ショールームで今なあちゃんの LINE。なあちゃん YouTube で呼ばれてましたな、話してる。なあちゃんもすごい世界だね今ね、情報が。
すごい、お互い配信で話してる。ウケるタイミング。 STU 全員招待してるぐらい。あ、そう、なんかクワトロがなんか、え、私生誕祭したんですよ、去年じゃなくて今年だから。え、 STU のメンバー全員見たら、見に来たら席がさらに倍率高くなってる。え、すごい。そうですよね、入りきれん。いや、席埋まっちゃうね。うん、全然ファン入れんなる。いやー、STU の曲何歌ってくれるんだろう。なんか STU の衣装着てほしい。え、ちょっとこれちょっとなあちゃんに言ってくださいね、ファンの皆さん。私が STU の衣装着てほしいよ、マジで。広島来た時ぐらい。どうなんじゃろ、いい提案じゃないですか。え、待って、でもこういうのをさ、もしさ、なあちゃんがさ、広島に行った時は STA の衣装着ようみたいなこと心で決めとってさ、今回私がさ、こういうなんか配信とかでさ、 STA の衣装着てほしい着てほしいとか言ってさ、最初からしようと思っちゃったのにとか思ってます。そんなことは何も思わんか。まあいいわ、まあいいわ、なるようになるわ。なあちゃんの暗闇の衣装まだ残ってますよ。え、あの、私 ST に入った時は私全然ちっちゃかったんですけど、あのなあちゃんより全然ちっちゃかったんだけど、今になってほんまになあちゃんサイズになったんですよ、身長全部。なんかまあ違うところはあるけど、あのだけなあちゃんの衣装を着ることが多いっていうか、なんか必然的にサイズがそれになるんよ。そう、背も伸びて、そう、あの一期生公演の時も暗闇でなあちゃんの衣装着た、あ、5周年コンサートの時も暗闇のなあちゃんの衣装着たし、なんか水平さん、え、水平さんって言ってこれ伝わるんかな、この衣装、水平さんっていう衣装も、え、水平さんで伝わるのか、みんな、水平さんのやつも、あのいや、水平さんねってわかる、え、わかる、そうそうそう、半ズボン長ズボンね、そう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 、恥ずかしいからやだ。え、なんで？なあちゃん、え、なんでなんで？せっかくじゃけ。せっかくじゃけ。ねえ。ねえ、待って待って。岡田さん、STA の衣装、恥ずかしい言うとるじゃねえ。ねえ、衣装が衣装になっとるんよ。ちょっとやめて。5時おもろい、5時の仕方、5時仲間ですね。え、恥ずかしいから STU の衣装着て、着て着てよ、ちょっとこれは、着てほしいって言って着てくれた、確かに着てほしい。うん、直接着るわ。粘着がもうない。うわ、手に粘着がついた。じゃあなあちゃんの、なあちゃんが逆に私の衣装を、え、着てみてほしい。なんか今の花だれのパフォーマンス衣装とか着てみてほしい。なんか二次元みたいになりそうよね。え、二次元がないね。今私4次元、3次元、今4次元、私、私は 何次元、
2次元、2次元じゃないよね、4次元もあり得る、3次元、私3次元か、そっか、異次元ねどういうこと、何が異次元な、3次元か、アニメが2次元か、1次元は何なん、なじん、なあちゃんの好きなところ内緒、線、あー線か、そっか線か、点、点か、点か、変な発音になった、点か、点、線、面、立体、4次元は4次元、なんか4次元っていう言葉にすごいなんか聞きな、あ、4次元ポケットでね、めって待って、めっちゃ眉毛が動かしづらい、ここに貼ってあることで、え、しん、え、やばい、めちゃめちゃ動かしづらいんだけど、4次元か、シール似合いますね、え、ありがとう、え、ありがとう、ありがとうで合ってんの、そっか、動いてるけどねシールも動いてる面白、おかしいね、おかしい、こんばんは、ほう、ね、後がつくね、やだ、こんばんは、ここ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 、いやー今日も、え、今日何日、11月7日、そっか、なあちゃんの誕生日的、なんか今日ココアの日らしい、飲むココア、あの私の日じゃなくて、私の主張じゃなくて、ココアの日らしいんですよ、そう、すごくない、なんでなんじゃろうね、え、気になる、確かに、なんでココアの日、誰が設定したん、設定あー、おかしい、ココア、ココアの日なんで、気になる、ココア、日付は、ココアが、ココアは、あ、体が温まる飲み物として11月上旬から飲む機会が増え始めることから、冬の気配を感じ始める立冬、11月7日頃を記念した、だって、え、なるほどね、なるほどね、確かに今日は立冬なの、へー、すご、あ、森永製菓が制定したわって書いてある、同じやつ調べた、ね、なんでか気になるよね、だってこういうのすごい気になる派、なんか、え、どうしてそうなったんとか、なんか理由とかがめっちゃ気になる、うん、広島カープ始球式を見てファンになりました、え、嬉しい、始
き球児期。今年は公式戦でやりたいな。来季は新井監督お願いします。監督、始球式やらせてください。念を飛ばしとくねえねえ。毎日なんかの日あるのすごいよね、ほんまに。なんかそういうのあるのもう楽しい。立春を、立春をね。おでこにシール貼りながらね、お願いしてもね、説得力ね、お願いしますとか超真剣になって、お願いシール。始球式って監督は変わるんない、そんなんないと思うよ、知らんけど。いや、あるんかな、本当に。あったりするんかな。ね、来季もチケット取ってどうなるかね。疲れた？どうしたん？お疲れ。お疲れ。瞬間瞬間過ぎてゆくよ。できなかった何か残して。指が、あ、月曜日か。みんなお仕事じゃん。お疲れ。よく頑張った。お疲れ。頑張った。頑張ります。第二関節が激しい。こんばんは。少し癒されました。え、よかった、うん、よかった、ほんとよかった。よかった。もうすぐかな。何が、え、何話しちゃったっけ。なんかなんか言いたいことがあったんですよ。わあ、忘れた。言いたいことあったのに。まあいいわ。まあいい。なんかね、これ話そうって思ってたことあったんだけど、まあいいわ。まあいつか思い出した時にふっと言うわ。こんばんは。こんばんは、こんばんは。おでこのシール？ああ、そっか、もう忘れとった、ついてること。ついてることすら忘れとった。11月10日はベストヒット歌謡祭に出演します。大阪生放送じゃってやば。シールってかぶれるの？待って、3日後ベストヒット歌謡祭よ。おでこだけ荒れとったらどうしよう。やだ、もう外すのが怖い、逆に。でもずっとつけとくのもやばいけどね。もう外すの怖いけど、このまま隠していこう。逆に気になる、こっちの方が。いや、大丈夫。私にはプロアクティブがあるけ。プロアクティブ始めたんですよ。プロアクティブよく聞くんだけど、私。ね。でも小さい頃ってよく顔に貼っとった、あれを。こんばんは。張ってそうな顔。
でコラクティブより絶対信頼。それな、それな、肉って書いたことある？肉書いたことない。稽古中にセリフじゃなくて、ない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 、こんな小学生のみたいな、小学生みたいなタレント社長はどう思ってるんだ。小学生みたいだなって思ってるんじゃない？え、みんなも小学生みたいだと思う？私のこと。え？そんなことないんだけどな。小学生と一緒におったら小学生じゃない、ほんまに。え？え、やばい、やばい、やばいね。いや、こういう空気になるじゃん、じゃけ。空気っていうか、こういうコメントの空気になるやん。ほいじゃけ、シンデレラのオフショとか載せるのが恥ずかしくなるん。だって、で、みんなさ、うわ、いつも喋ったらこんなココアが、みたいな感じで思うじゃん。写真を見たときに。決め顔しとるわみたいな思うじゃん。ちょっと決め顔するけど、まあ、送るし。だってあんなこと着れることないじゃないですか。あ、ギャップね。なるほどね。もうさらけ出していけばいいんか。恥ずかしい。だってさ、もうドレス着たけど、もう着たけどさ、着た先週顔小麦粉まみれになって月のコスプレやってるから。いいんだけど。あ、なるほどね。燃えるんじゃ、どっちに燃えるんじゃろうね。やばいよね。え、なんかちょっと本当にめっちゃ聞いて、なんかちょっとすごい思ったのが、なんか小麦粉って肌にいいんかなと思って、意外に。なんか顔、顔面小麦粉するじゃないですか。え、マジこれ真剣な話なんじゃけど、顔面小麦粉した後に顔洗って、まあ、ちょっと優しくね、あれ、お湯で、なんか、いや全く進めませんし、やらんし、私ももうやりたくないと思うけど、あの後なんか別に肌荒れることなく、むしろなんか良くなったわけじゃないけどね、やってることほぼ芸人だよ。いや、ほぼっていうかね、芸人だよ。芸人なのかな。芸人って何なんだろうね。芸がある人。小麦粉やっただけでそう言ってもらえて、なんかね、ちょっとね、いや嬉しいけどね、ありがたいけどね。なんか、あの、なんか別になんか小麦粉は全然いいんじゃけど、なんかその後のね、なんか床がもう、なんかもう、もし、なんかね、ちょっとね、小麦粉だらけで、ちょっと。グルテンアレルギーじゃないですよ。普通の、普通。私、アレルギーあるんかな？あ、寒暖差アレルギー。寒暖差、寒暖差、小麦、それな、シール貼ってるとかぶる。いやでも私にはプロアクティブがあるけど大丈夫。でもなんか最近さ、写真撮る時のポーズが
なんかピースってもう古い、古いって何？ピースは永遠じゃない？違うんかな。ギャルピ、ギャルピ、いや古いとかある、え私もそんな感じないよ。ただ小学生の子からしたらちょっと古いらしい。えポーズ何にする？ピースって、えピース、ピースちょっと古いってから、こうやってギャルピーした後になんかこの指折って、このチビギャルピーみたいな、もうショートギャルピーみたいなのがなんかやってて、え何そのポーズ初めて見たんだけどみたいな思った。ギャルピーになんかこう、えこんなピース初めてこれさピースより決まってなくない？なんか多分写真撮る人も本当にこのポーズでいいんかなと思って撮るタイミング迷うよね。もはやピースじゃないこれ、ね、この指折りピース、指折りギャルピーみたいならしいよ。虫の足でも私も思った、なんかエビみたいだなって、なんかエビみたいじゃないですかこの形、なんか分からんかな、エビ線のパッケージこんな感じで書いてある気がするね。ナックルこのまま思って、うなぎっぽい、あさなぎっぽい、さなぎ、あ、さなぎね。いや、カッパエビセン、カッパエビセンとか、なんかエビみたいなね。カエルを掴んだ手のポーズ。え、どういうこと？え、カエル掴んだことない。え、私さ、なんか野生のカエル、あ、見たことあるわ。なんか昔、クレに住んでた時に見ました。はい。カッパエビセン、広島にさ、カッパエビセン出来たてすぐ食べれますみたいな。柔らかい、カエルの感触ですか。みよまるさんの TikTok 見た、え見ました、あれおもろい、マジでやばい、一発撮りじゃけ、マジで見たことある？え？カッパないよ見たこと。TikTok マジおもろいですか？え、ありがとう、嬉しい。カッパキュウリ好きなの、なんでキュウリなんだろうね。もっといろいろおいしいものあるのに。由来があるんかな。なんでキュウリが好きなのカッパって。カッパ謎すぎん？カッパってめっちゃ謎なんだけど、なんで緑な？え、なんかどんどんカッパについてもう疑問が浮かんでくる、やだ。お化けと妖怪の違いってなんなん？妖怪もお化けじゃない？定義が知りたい。妖怪とお化けの。カッパ見たことある？え、じゃあ、え、その質問2回目なんだけど、ないけど。え、見てそう。え、見てないよ、私。知らんよ。知らん。知らん、知らんよ。今来たけど、おでこになんかついてる。シールです、ただでもらったシール。妖怪、星は生きてる説あるどっちなんだろう。お化け、ツチノコ見たことある？いやないよ、見たことある、いかにもなんかこの人見たことあるみたいな、その質問しかやめてよ。カッパ飼ってそう、なんでよ。
からん、妖怪とお化けの違いほんまに分からんな。座敷わらし私座敷わらし、カッパ。お化けは元は人間、妖怪は元から妖怪。え、妖怪って星なんじゃん。白塗りシール、かぶれるの好きね。いや、白塗りあれんかったっけ、ほんとに。白塗りマジであれんかったよ。小麦粉でもなんかね、あの香りついた小麦粉取るときは大丈夫だったんで、また小麦粉のことまで一生語れる。やってよかった、ほんまに。よかった。私妖怪とお化けの話しとったね、そういえば。確かに今まで。配信ループしてる？まだ少し。そうなんよ、プロアクティブのおかげで。まぶたに目を描いたことはありました。確かにこれでも、ね、これで寝ても大丈夫。小麦粉の美少女、小麦色の美少女か、あ、美少女じゃなかった、美女か、美女、どこが美女、美女、美女と美少女と美人と可愛いって、なんかね、本当に配信しながら寝てたやん。寝とったね。その4つってさ、私何に分類されますか？その他、年齢、いや、ごめんなさい、その 4つの選択、あ、剣が、ちょっと待って、少年になってるし。いや、まあその4択以外にかもそんな及ばないですけど、そういうポジションじゃないけ。いや、ありがとう、みんなお尻でも嬉しい。恥ずかしい、こういう話したら。なんかさ、今日さ、あの朝コンパル行ったんよ、名古屋名物の、あの名古屋モーニング名物の。そしたら朝からほんまに人が多くて、あの本当にエビフライサンドで有名な、そうモーニングで、え、それって名古屋じゃけえよね。もうほんだって朝からなんか当たり前にモーニングって行かないですよね、広島そんなになく。てかあるモーニング、だから名古屋に来たけそういうモーニングの世界を知るっていうことで、なんか広島もモーニング巡りしたらめっちゃ人いるんかな。モーニングがある店でもなんかカフェ、ま、回ったけど、モーニングでそんな当たり前みたいな感じじゃなかったです。なんかコンパル当たり前にいましたよ、なんか人。いや、あるけどね、広島モーニング確かに行ったけど、行ったりしたけど、あ、確かに寺西コーヒーね、めっちゃ並んで、確かに
あ、そういう文化ね、すごい。モーニング、いいですね。観光客も多いかも。確かに。確かに。エゴさんとモーニングしてた。した。しました。米田で。でも、モーニングっていうか、モーニングか。米田は11時までモーニングしとるんだけど、10時40分ぐらいに2人で行って。いや、マジ滑り込みだねって言いながら。おでこかぶれる？このままだったら。もうずっとつけとる、このシール。確かに、さっきも。何分までしよっかな。あともうちょいする。ちょいで終わりにする。道間違え、そうなんです。エゴさんと名古屋で。そう、なんかその時ちょうどね、あの、なんか、あれ、なんて言ったらいいんですか？あれしてる時に、なんか名古屋の稽古してる時に結構もう疲れたみたいな感じの時だったっけ、連れ出してくれて、もうめっちゃ元気出た。ありがとうエゴさん、ラブー。もうちょっとあのさっきからお茶飲みすぎて、まあ、アイドルはトイレ行かんなんだけど、もうお茶飲みすぎました。はい、配信もそろそろ終わりたいと思いますって言ってまたお茶飲む。はいはい、エゴピって仲良し、そうめっちゃ仲良くなりました。ありがたいていうか、もう惚れた。いやこれはね、惚れたんじゃけど、また今度言うわ。じゃあちょっとランキング読みます。13位エリアスさん、12位ケブピー H さん、11位ヘドウィックさん、10位ラームさん、9位 A ちゃんさん、8位ソーナノさん、7位ステックさん、6位スエンさん、5位マキマキさん、4位渡辺さん、3位水鉄さん、2位ノッシーさん、1位は癒し系さんです。ありがとうございます。皆さん配信を見てくださりありがとうございました。今日も楽しい配信でした。イエイ、お疲れ様でした。明日は名古屋でラジオ頑張ります。ニコ、バイバイ、またねー。